はい。えー、アンケートありがとうございます。2016年8月31日14時18分11秒。正和さん。吉谷社長に聞いてみたいこと。借金の支払いに追われていて、それを返していくのが日々精一杯で、なかなか新しいこと。ネットビジネスに打ち込めないことに悩んでいます。うーん、これはどうしたらいいでしょうかね。まずその打ち込めない理由が借金なわけじゃないですか。 だからこの悩みを解決するためにはもう借金返済するしか多分ないと思うんですね。で、まあこれ本当にもううさぎなんだ、卵が先か鶏が先かっていう話になるんですけど、そもそもこの悩みの本質が借金があるからその返済に追われてるって悩みで。で、この悩みがあるからネットビジネスもできなくて悩んでると。だから、 ここの悩みを消さないとこっちの悩みはずっとあるわけですよ。ということは、ということはですよ、あの、この今これいただいた質問の本質は、ここを直さないとダメなんで、ここは悩まない、ここを悩んだら、まあ、ここをね、今悩んでるということなんですけど、ここはもう、悩むというレベルではなくて、やるというレベルでしかないと思います。ここを悩んでたら、 ここ悩んでたらここ一生解決できないのでここのなんかネットビジネスに打ち込めないっていう悩みは排除するというかいやこれ返さんとあかんからもうやるしかないよねっていう悩む悩むというよりかやるというここ悩んでたら一生ここは無理ですね借金に追われてできませんじゃあこれいつ返すのって話じゃないですか,かじゃあネットビジネスができないんであればリアルでもいいです 何でもいいんでまずここを解決しましょうネットビジネスがなかなかできないんだったらリアルでもいいです僕は昔あのニートだった時があったんですけどで貯金通帳が50円までいきましたでもうその50円を下ろせないとでそこまでいってもうお金が全くなくなってもう働くしかないなってなって、えー、バイトを始めました で、僕は目標を立てました。200万貯めようと。200万貯金しようって、まあ、目標に掲げたんですね。僕はリアルなアルバイトで半年で200万貯めました。200万貯めました。バイトで。ネットビジネス全くやってないです。アルバイトで200万貯めました。ただし、半年で僕休んだのが、えー、10回はないです。多分7回ぐらいですかね。 ほぼ、タイムカードとか1ヶ月もう休みなく働いたこともありますから、それはもう200万絶対貯めると思って、もう死ぬ気でというか、もう、うん、バイトしかしてなかったです。ひたすらバイト。休まずバイト。ひたすらバイト。で、半年でアルバイトだけで200万貯めました。うん。だから別にネットビジネスしなくても、 あのお金貯めるっていうのは簡単なことでお金使わずお,お金を稼げばいいんですよ。で働きもう毎日働けば正直お金使う時間ないです。だ僕ね毎日働いてるんでお金使う時間ないですよ。もう疲れ切って寝る起きる仕事する疲れ切って寝る起きる仕事するもうモルモットですよもう完全に。だけどお金使わないんで使わないじゃないですかお金がなくなる理由っていうのは 使うう時間があるからなんですすよもう一度言いますお金がなくなっちゃう理由の一つとして、えー、お金を使う時間があるからなんですそれを収入の全て収入に変わる時間に変えればアルバイトって時間給じゃないですかだか時間働けば金もらえるんでだからもう寝る以外は働くん注ぐえそうすると絶対たまります100%たまります100%たまりますお金はうん ただこの借金の、すみません、利子がめちゃめちゃ多すぎて、元金がら減らないっていうことで、その利子が、すみません、どれぐらいの借金をされてるかわかんないんですけど、その借金の度合いにもよると思うんですけど、あまりにも借金の元本が多すぎて、利子を払ってるだけで元本全然減らないってなったら、これ、いくら働いてもちょっと難しいかもしれないですけど、これはまあ借金の額によるとは思うんですけどね。うーん。 そいくらねそうやってうわーって毎日バイトしたとしてももともと元本がでかすぎてその元本の利子だけ払って終わっちゃうっていう場合もあるんでそうなってくるとやっぱある程度まとまった金をバーンって作んないといけないんで、まあ、ネットビジネスでまあ成功するというかガンってまとまった金をこう稼ぐというかね。うん まあすみません、これ借金の額は書いてないんで何とも言えないですし、ただし僕の実体験として、リアルのバイトで半年で200万を貯めたっていうことは、あの僕が実際にやったことなんで、うん、リアルのアルバイトでもいけるかなと。うん、まあ、この借金の金額分かんないでちょっと何とも言えませんからね。はい、ただこのあ、この悩みに対しては、 ここが、この悩みの本質は借金が悩みの本質なので、ここで悩んじゃダメです。ここは悩むべきことではないです。借金があるからなかなかネットビジネスができませんっていう悩みがある。いやいや、ここ悩んだらいくらでもこっちできない、あの、解決できないでしょうって話なので。はい。ここは悩むべきではなくて、やる。やる。やるしかないです。頑張りましょう。 で、そのやる過程の中で、なんかその分かんないこととかあれば、まあ僕にこう、なんか質問していただいたりとか、あの、聞いていただければ、まあ回答はしますんで、やるっていう選択をしてもらえれば、僕でよければ、いくらでもこう、まあ相談には乗れますので、まあやるっていう選択をしてほしいかなということですね。はい。えー、アンケートありがとうございます。